日本学術会議が大炎上福島原発の処理水で沈黙産経新聞の取材に対して韓国原子力学会副会長が福島原発の処理水の放出に関し日本政府は相当慎重だ万一いかなる科学的な理由もなく政治的な理由のみで放出を遅らせるならばむしろ反対勢力の攻撃本能を刺激しかねないなどと主張され 日本学術会議は何をしているのかなぜ韓国の専門家が代わりに迅速かつ的確な発信をしているのかなどとの批判が殺到し大炎上してしまっておりますまあ、こちら日本学術会議は科学を愛する科学者であればまあ、その集団であれば科学を否定するかのような風評には真正面から対抗していただくように お願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました